ほら、タイミングが分かんない。あれ何がいけないんですか。あ、疲れた。何ですか。あのまま行ってたらきっと100回行ってそうな、うん、すっごい楽勝に飛んでるよ ね。なんかこうポイントはないんですか。足が前後してたもんね。足はあ、前後なんだ、前後でよかったのか。二重跳びのコツ。二重跳びのコツ、まず跳べない人は必ず足が後ろに行ったり、エビになったりなります。うん、俺だよ。俺エビになった。そこで足を上に飛ぶイメージ。なるべくこういう状態よりはこっちに、どっちかにちょっとまっすぐにした方が引っかかりづらいですね。タイミングが取りやすくて疲れない。あまりそんなインチキがあったの。あとはもうタイミング次第です。おお、じゃあもう一度お手本を、はい、お手本じゃあいきます。ちょっと横でやってみて。横で。おお、楽そう。すげえ、いつまででも飛んでそうだよね。そういう人種みたい。ちょっと富塚さんやって、面白いから。ちょっと聞いちゃったらできちゃいますよ。できちゃうけどね。で、ちょっとこうした方がいいかな。自分的にはこれが一番楽だね。おー、よっしゃー。すごいね、すごい。すげー、かっこ悪い。はははは、余計できなくなっちゃった。わかるわかる。もういい、教わっちゃったからな。足は上手ね。足は斜めで、上に飛ぶ。ほらほら、こんなんできてる。あれ違った。ダメされてる。ほらめっちゃ重なってきて、騙されてる。すごい練習らしいです。でもなんだバレたの。あ、でも全然ちょっとかっこいい感じになりました。マジですか。分かっちゃった。おお、了解。いやいやいや、いや、めっちゃ力んでる。よし、今年の目標もう今日クリアしちゃおうかな。おおよ。もう一回やっちゃうと回復するね。回復するね。